五代目林家小染は、大阪府大阪市上東区出身の落語家。本名、上村正治。寄せ林三味線奏者の入谷は女は元妻。林や染八は、和女との実施にあたる。出林は、狸。き。吉本工業所属。情報落語協会会員。子供の頃から、お笑いに興味を、お持ち。大阪府立馬無太高等学校では、 落語研究部に所属、高校2年の時に4代目林家小染に弟子入り志願したが断られ、高校卒業後再び志願したが、一度社会人を経験しなさいと言われ、仕事をしながら、楽屋出入りを許される。1982年4月に、正式に入門が許され、林家染め八として活動。1984年1月に師匠小染が亡くなったため、 師匠の弟弟子にあたる二代目林家染二の預かり弟子となる。1996年に五代目林家小染を襲名。出林の狸は、東大より一つ前の三代目、林家染丸と同じものである。これからもわかるように、芸風は、東大染丸より、初めの師匠の仙台小染に近く、従って三代目染丸に近い。愛嬌たっぷりの講座や、 もっちゃりした純大阪弁も三代目を思わせる。彼の大阪弁は、彼がおばあちゃん子だったので、古い大阪弁を子供の頃から毎日聞かされ、話しているうちに身に染み込んだのだという。落語作家の小沙田田に、あなたの大阪弁は、今時の人の話す大阪弁とは違う一時代前のものそのものだが、それは三代目譲りかと尋ねられ、いや、 私は大師匠に負ったことはおませんが、と答えたというエピソードがある。竜帝、つばめじ、竜花金太夫と共に、池袋演芸場の落語協会特選会で三人会を開いている。ありがとうございます。